続いてはタフでクールな憎いやつが来てます。それがこちら。一見釘のようなこのアイテムは、そうお肉の焼き加減を知らせてくれる温度計、ステーキチャンプ。その実力を試すため銀座のステーキ屋さんに協力してもらいました。このステーキチャンプはお肉にしっかり刺してそのまま焼くだけでミディアムレアのタイミングがバッチリわかるんです。350度の熱に耐えられる憎いやつが小刻みに点灯し始めたら火から下ろすタイミング。火から下ろしたお肉全体に余熱が伝わると点滅が止まるのでその時が一番の食べ頃というわけなんです。完璧だ。見た目は確かにミディアムレアになってます。さあ果たしてプロの判定は。美味しいミディアムレアに焼き上がってます。これ見た目は生みたいに見えますけども中までもちゃんと火が通ってますのであったかいんですよ。綺麗にミディアムレアで焼けるっていうのがすごいですよね。これ濃くいらないじゃないですかそんなに